トーマ、どう？思いついた？お話。お、流れ星。着地成功、織姫。さあ、仕事を始める織姫。恋人たちが喧嘩をしますように。あんたが勝手についてきたんでしょ？そんな言い方することないだろう。はあ、愉快愉快。この短冊は書いた願いが叶う短冊、織姫。ネギドとは違う気がするが、とにかく止めないと。変身！この世界もトジテンド王朝の支配下になる織姫。よっほーい、やっぱりいたな。トジテンド、海賊が現れるとは。邪魔が入りますように。ひとまず退散、織姫。ちょっとあんた、ぼーっとしてんじゃないわよ。おい、何してくれてんの。お前らのせいで逃げられちゃったじゃねえかよ。誰？さっきのやつは一体何？君は誰？やつは織姫ワールド。こことは違う平行世界からやってきた。俺と同じくトジテンドのやつらが平行世界観ゲートに何か仕掛けてくるの。妹と見つけてさ、たくさんある世界を守って戦ってるってわけか。興味ないね。俺は奴らを倒せればいいだけ。なんせ海賊だからさ。海賊？あの、海で宝物とか奪っちゃう人？小説家なの、トーマ。そうだ、こういうのはどう？大切なお宝が全部海賊に奪われてしまう話。メイちゃん、メモ。大事なお宝がなくなってしまう。あれ、俺のワンダーレッドブックがない。あれ、あいつは。さて、お宝っぽい匂い、ついでにいただいちゃお。おとなしくしろ。よかった、捕まえていてくれたんですね。どうした、ワンダーライドブックが消えた。ない。海賊の話聞いてたら、トーマに小説のアイデアが浮かんで、そして短冊に大事なお宝がなくなってしまうって書いたら。わかった、そいつが織姫ワールドの能力だ。じゃあワンダーライドブックがなくなったのは俺のせい。やつを倒さない限り元には戻らない。俺が倒してやってもいいぜ。すいませんでした。喧嘩している恋人たちがいたら、そこに敵がいるって。そんな都合よくさ。かき氷のシロップは普通イチゴだろ。みんな喧嘩して離れ離れになればいい。織姫、お前を追ってわざわざ来てやったのさ。感謝しな。チェンジ痛快。逃げられますように。俺としたことが2回も逃がすとはな。奴らの狙いは侵略だろ。なんで書かないんだろう。この世界を侵略できますように。あいつの短冊の力って。もしもし、凛太郎があいつを見つけたって。しつこいやつらね、織姫。俺に任せろ、チェンジ痛快。今度は返り討ちにしてあげるわ、織姫。お前こそいつまで余裕ぶってられるかな。あいつの短冊は本当は願いを叶える力なんてないんだ。人の心理に影響するだけなんだ。だから
フックを大事に思ってない人間には。悪かったわね。ちゃんと持ってるように私には見える。めいちゃん頼むよ。あ、かしこまり。変身。時間かけやがって。お待たせ。こうなったら願い事。願いは欠かせない。はっ。そろそろとどめだ、小説家。痛快だ、ゴールドスクラブル。はお、必殺斬り。はっ。やっぱり季節外れだったか、織姫。あれ、ギアごとコッパみじん。何の話。いや、おめえのパワーがすげえなって話。俺の本、気が向いたら読んでよ。こそこそつけてないで出てこいよ。なんかよ、貴様が悪さをしないよう帰るまで見張ってただけだ。悪さなんかしないって。さらばーい。ない、ライドブックがない。本ってやつにちょっと興味湧いたんでね。土産にもらっとくぜ。うわー。